はい、今回日産が2023年12月11日にですね、新型ノートのマイナーチェンジを発表して、で今回マイナーチェンジ後のノートを見積もりながら改良点と発売日が判明して、あとは末のオプション関連の影響や混走バスター振動機もですね紹介しながら見積もっていきます。グレードもですね分かりやすくなって、グレードは一つのみですね、 X グレードのみで、空洞が2区か4区か選択できて、フロントデザインがですね一新して、 V モーショングリルが大型化、マシン型セーナーに似たデザインですよね。あとは新デザインの16インチホイールカバーを採用して、あとボディカラーの方で紹介しますけどね、新色が2色追加して計14色になって、で今回肉の方ですね、主要装備ようやく LED ヘッドランプが全車標準装備になって、あとはグローブボックスの容量が拡大して、収納スペースが2段式になって利便性もですねアップして、であと車に近づくと自動でロックを解除する接近時アンロック機能と、降車後に車から離れると自動でロックする降車時オートロック機能もですね採用して、でこれらが標準装備で、でボディカラーの方がスミレと、あとは人気色ターコイズブルーですね、まあ、他のメーカーでも人気色のターコイズノートですね採用して、ツートーンもあるんですね、スーパーブラックルーフ、ボディカラースミレ、ターコイズの方はルーフがダークメタルグレーですね、7万1500円両方で、従来のボディカラーもあって、フロントデザインどうなんすかね、今の方がかっこよくも、マイチェン前の方がですねデザインがいいかなって、まあ思う人も言うでしょうし、モートーンだと44,000、ターコイズ38,500円で、スミレは2トンしかないんですね。じゃあモートーンのターコイズ選択して、おすすめオプション関連、ヤリスより前にですね前チェンして、まあヤリスも同時期にですねビッグマイナーチェンジを控えていて、おすすめオプション関連、まあフィットはですね早めに前チェンを実施しましたけど、日産コネクトスタンダードプラン7,920円、クエラがついてくるんですね。まあ、いった内装色シート地、どちらかのシートカラーですね、ブラックかエアリーグレーですね、合皮、ブラックの方がムストライプトイコット、エアリーグレーがランダムストライプトイコットで、合皮との組み合わせ、エアリーグレーですね選択して、マイナーチェンジにしてはそこまでですね、まあ装備類が特にあまり追加されてる点が少なくてですね、インテリジェントアラウンドビューモニターはつけときたいオプションですよね、しかもメーカーオプションで、コンパクトカーとしては全長長めなんですよね。こちらが違い、ああ右側の方がステアリングスイッチ関連ですね、プロパイロットインテリジェント BSI は両方ともあって、プロパイロットとはつけときたいメーカーオプションですよね。
ステアリングスイッチ付きで、まあさすがに 2.0 の方は採用されなかったんですけどね。まあアリアとか、あとはセーナみたいですね。まあ車格を考えたら仕方ないことであるんですけどね。こちらの方ですね、選択して、で下が行くとまた付け足す感じなんですね。左側と右側、アラウンドビューモニター、トルームミラーとステアリングスイッチ、あとインターフェンスディスプレイ、 USB 電源ソケット、タイプ A タイプ C、 置くだけ充電、日産コネクトナビ、車載通信ユニットですね、 ETC 2.0、緊急停止支援システムですね、右側ついて。それやったらもう46万2000円ですね、つけてこっちを外して、これ何インチなのか、詳細ボタン、これ以上はないですね。まあスマホで見積もる関係もあると思うんですけどね、日産の見積もり画面かなり見にくくて、これらの装備ですねがついてきて、9インチワイドディスプレイ、でこちらを選択、46万2000円、でこれはカーマーキステアリング、ホットプラスパッケージ、ヒーター付きドアミラー、ステアリングヒーター、前席ヒーター付きシート、ギアヒーターダクトもついてですね、クリアビューパッケージ、ワイパーディアイサー、ギア LED フォグランプ、高濃度吐息 PTC 素子ヒーター、これらがついてきて8万300円。まあ、このコスパイメイクアプションなんでつけといた方がいいですね。あとはナビでお買い得パックというのなんですね。一応詳細ボタン、もうさっきのオプションつけたんで含まれてるんでつけずにですね、ベーシックプラスパックプラスで、安いのだと79,160円、まあ、これでも十分そうですけどね。水流デュアルカーペット、プレミアム消臭機能付き、バイザーナンバープレートリム、ダーククローム、ナンバープレートロックがついて、エマージェンシーキットタイプ B 横長、こういう珍しいオプションですね。これも安い、79,160円ですね。こちらをつけて、であとはインテリアイルミ42,900円、センターコンソール上段下段で、あとはマット部分ですね、3箇所で、これもつけといてですね。で、あとは、インテリアパネルパック、シフトノブベースフィニッシャー、ウィンドウスイッチフィニッシャー、カーボン、金属調とハニーカム、シルバー、カッパーですね。個別につけるよりですね、セットの方が安くなっていて、日産はこのシフトレバーが操作しにくいんですよね。見た目かっこいいんですけどね。まあこれはつけずに、あとはドアエコパックですね、9インチディスプレイオーディオとか、あとはドアエコですね、フロント室内用 ETC がついて、まあさっきつけたやつ含まれてるんで、で3つの結果、
マイナーチェンジ後ノート X に行く、車用本体価格229万9000円、でボディカラーモートーンターコイズ有料色38500円で、インテリアシート時は料金かからなくて、セットオプションですね、アラウンドビューモニターとかプロパイロットですね、日産コネクトナビ462000円で、あとはホンガー巻きステアリングとかホットプラスパッケージ、クリアビューパッケージのメイクオプション83000円で、あとはディーラーオプション、セットオプションですね。18560R16インチ、フルホイールカバーですね。こちら料金かからなくて、で需要税は E パワーハビットなんで、自動車税、環境性能割、ここら辺ですね、料金かかなくて免税で、総額が車両本体メイクオプションディールオプション諸経費合わせて合計3904012円。やっぱり300万前後変わってきますかね、十分装備内容つけたらですね。値引きはこの相場は10万から15万で、納期としては現時点だと2、3ヶ月という情報で、発売日はですね来年1月26日ですね。はい、今回マイナーチェンジ後ノートを見積もりながら、改良点とお世話のオプション関連、値引きはこの相場、最新納期について紹介しました。